三角形になるように縦に半分に折って折り目を入れて広げます。三角形になるように横に半分に折って折り目を入れて広げます。すべての角を中心に合わせるように三角に折ります。もう一度、すべての角を中心に合わせるように折ります。ひっくり返して左右の角を縦の真ん中の折り目に合わせて三角になるように折って後ろの角を表に出します。四角の部分の上の角を下の角に合わせるように横に半分に折り下げて後ろの角を表に出します。ひっくり返して下の角を左右の角のところを折り目にして折り上げます。
ひっくり返してマジックで顔などを描きます。